こんにちは。今回はパッティングについてお話していきたいと思います。ゴルフというゲームはパターン数を減らすゲームです。ショットはパー4で1オンやパー5で2オンしない限り最高でも36ショット必ず打つことになります。しかしパッティングは全ホール1打で回れば18打で回れますし1メートルのパット 1.5メートルのパッドが入る日入らない日で10打ぐらい簡単に変わってきます。なので、ゴルフはパター数を減らすゲーム、パターを減らすためにショットをどこに持っていくか、パッティングが入りやすいライン、下りのパッドが好きな人は下りのラインにつけるというふうに、いかに事故なくパター数を減らせるところに持っていって、そして確率の高いパッティングを行ってパター数を減らしていく。どうしても OB とか大きなミスが出ている時は、 ショットに目が行きがちですが、いくらショットが良くなってもパッティングが良くないといつまで経ってもスコア良くならないので、今回は多くの方がご存知ないパッティングの大切な秘訣説明していきたいと思います。インパクトの瞬間に腰は右に回してください。特単にやってみます。 今結構強く右に回しました。もう一度行きます。これは知っているか知らないかで大きな差が出ると思います。この動きをやるにあたって注意したいところは腰が右に回ったからといってフリップするわけではありません。手首はしっかり固めて当たる瞬間に こういう風うにロフトが開いて空に向かないように意識します。しっかり握る。そして当たる瞬間に気持ちに握ります。多くの方がご存じないパッティングの一つのコツになってきます。ショットはインパクトの時にしっかり腰、体が開いてきて、そしてリリースする瞬間は若干ストップします。しかしパッティングは インパクトからフォローにかけておへそが左に回るとインパクトが緩みます。ちょっと左に回しながら打ってみます。方向も狂いやすくなってタッチも合わなくなります。パッティングで手首が折れてはいけないというのは多くの方がご存知だと思いますが、これを折らないために腰ごと回してしまう。これが当たりが弱くなる原因になっています。 パッティングの上手い人ほどインパクトはしっかり強く当たります。勝負どころのこのパターンを決めたら優勝、このパターンを決めたらベストスコアという時に緊張するこの1.5メートルぐらいのパッティング当たる時にこの動きが身についていればインパクトが緩むことなくしっかり出て,てきますし結果が気になって入れたい、ラインに乗せたい、入れたいって思った時に何が起こるかというと 流れて、当たりも弱くなって、タッチも合わないし、方向も合わない。ということが多くの方に起こっています。そして腰を右に回す意識があるということは、若干肩も止まります。ですが手首が折れてはいけないので、どうするかというと、左の肘が少し曲がる。こういう関係です。 これも左の肘が曲がるのはわざと曲げるというよりも右手だけでストロークしていただいてこの時に右の肘の角度は変えません右の肘を変えないでストロークすると左の肘は曲がることになりますもちろんしっかり胸をこう回して五角形を変えないように打ってもいいですがインパクトの瞬間に膝や腰が左に回ると 方向もタッチもとにかく出なくなります。なので、右の肘の角度を変えないでストローク、そして当たる瞬間に自分の中で若干右に回す。これは映像で見て右に回るほど回さなくてもいいです。しかしやっていただくとわかりますが、自分の中でちょっとおへそを右に回す、腰を回すぐらいのストロークをして映像で見ると動いてない状態になっていると思います。すると、 ゆっくりストロークしてもしっかりタップして転がりのいい強い球打ててくると思います。これをすると球が引っかかりそうだなと思う方もおられるかもしれませんが引っかかっている方の多くはフリップしているかヒールに当たっているかのどちらかですヒールに当たると球が引っかかるのはパタを片手で持っていただいてケース面をボールで叩いてみてください芯に当たった時はパタがねじれない感覚左手でわかりますしかしヒールに当たると こっち側にねじれる。まあ先に当たると右にねじれるんですが、これをちょっと確認していただいて、ご自身のパターの芯がどこにあるのか、これがちょっとでも根っこに当たると当たった瞬間にフェースが閉じて引っかかります。まずこのポイント、最初は極端に練習していただいて、そこからまた自然にできるように、無意識にできるように落とし込んでみてください。そして皆さんなかなかご自宅でパター練習されない方多いです。なかなか面白くないと感じるのかもしれません。 なので少しでも面白く感じるようにゲーム性を持たせて練習するといいと思います。おすすめは1メートル1.5メートルぐらいから10球連続目標を立てて連続入れるそして外れたらやり直すこういうふうに決めて練習をします。当然入るであろう例えば1メートルであっても10球連続というルールを決めていれば10球目ちょっと緊張します。その時にどういう気持ちの持ち方をすればいいかどういうルーティンで打てば それを失敗しないで済むかというメンタルの状況がラウンド中の勝負どころでも同じ心境になってくるのでなかなかラウンドの勝負どころのパッと打つ経験は少ないですが数を決めて練習をすればそれが毎日自分で経験することができます結局緊張や恐れというのは慣れてないだけなので数をこなせば何ともなくなってきますそういったシミュレーションをバターマットでやりたいので近い距離こんなの外れるわけないよみたいな距離を しっかり行っていただく。今10球と言いましたが、これが100球連続とかやっていただければ結構時間がかかるので、100球連続、最後の3球98球、99球これ最後100球という時は外したらもう一度やろうと思うと本当にプレッシャーかかってきます。ぜひご自宅でこれパターマットを使って練習していただくと、ラウンドでベストスコアどんどん更新できるんではないでしょうか。こういった登って穴が開いているパターマットをお勧めします。よく届かなければ入らないと言いますが、 やっぱり届かせたいので、こういった穴が開いていて、入ったら帰ってくるパターンマット。このパターンマットは僕が愛用しているパターンマットなんですが、ちょっと高級志向な転がりのいい厚みのあるいい素材でできてます。これはカップは小さめなので、ロングパット連続して入れるのは難しいですが、しっかり目標を持って練習をする。<laughs> ぜひ毎日やってみてください。そしてここからは、チャグル TV 公式アプリ、会員の方に、さらにパッティングのお話、 していきたいと思いますよければそちらもご利用くださいそれでは